こんばんは。お疲れんこんです。今日は山中湖。ここに鏡があるから見ちゃうな。鼻汗やば。今日は山中湖アイドルフェスでした。腰痛めるな、この体勢。中央道路、渋滞しなかった。どうなんやろ。わかんない。寝てた。これでいいやん。疲れた。疲れんこーん。今日は山中湖だったんですけど、PR 舞台と選抜2個あってから合計1時間も踊ったらしい。あの湿地帯で。たまげた。日焼けした。日焼けするよね、あれは。こんばんは。いや、めっちゃ STU48 1曲目から完全頑張った。ありがとう。マジ頑張った。今日が心の重荷すぎて、乗り越えられるかっていう。乗り越えられてめっちゃ心が楽になりました。STU48 だったんですけど、1曲目。あの曲、楽そうに見えて、一番きつい説を提唱したい。マジで、1曲目で、あ、これ今日無理だって なったんですけど。STU48 からの無謀で、あ、意外といけるってなりました。達成感。配信で見た。ありがとう。てかね、こん。疲れた猫だ。早くお風呂入りたい。そう、お風呂入りたかったんだけど、メイクを落とす前に、みんなに顔を見せようかなと思って、配信を早めに始めたんです。もう早くメイク落として、髪の毛ビシュビシュにして寝たい。朝めっちゃ早起きして、5時45分に起きて、
タクシー使いたくないっていうプライドがあるの私の中で。タクシー代って、タクシーの運転手さんってお仕事は素晴らしいんだけど、あのタクシー代っていうものは本当に払いたくなくって、人生の中でタクシー代と、あと銀行の ATM 手数料だけは払いたくないんですよ節約できるところだから絶対に。そうだから払いたくなくって、朝からなんか頑張って公共交通機関を使って行ったらめっちゃ早起きになることになって、わかる本当もう絶望しながら行ったんですけど、片道5時間かけて、片道5時間かけて山中湖に5時間以上かかったかも、家から考えたら行きましたけども、いや5時間かけて行くって海外ですかって感じなんだけどなかなかハードでした。めっちゃ遠かった。しかもさ、3連休だからさ、もう新幹線の中もさ、普通は朝の時間ってさ、ビジネスマンばっかだから超静かなのに、3連休はむちゃガヤガヤしてるじゃないですか、みんなウキウキだから全然寝れなくて、そうちょっとフラフラだったんですけどなんとかできました。広島行くのは7時間以上かかりますね。遠征って大変ですよね。いや、夜行バス辛い。お風呂入りたいよね。とりあえず。渋滞にはまってる。渋滞になるだろうね、あそこは。予算線のレールが厚さで歪んだ。え、マジ？やば。マジか。やばいね、それは。クリンゴ。雲がすごかった。そうなの？雲感じなかったな、全然。おやすみなさい。富士山登ったことあるのすごいですね。いや、あそこの MC さ、なんか、突然、ちょっとなんか繋いで、みたいな言われて。え、どうしようどうしようと思って。で、なんか富士山のこと喋ってたから、なんか、うわ、綺麗だねーとかで終わるかなと思ったら、なんか意外と終わんなくて、富士山登ったことある人いますかとか言ったら誰もいなくて、ありますみたいな。なんかすごいアピった人みたいになったけど、なんかとりあえず繋がったな、よかったよ、富士山登ったことあって小学生の私グッジョブあの時めっちゃ富士山登るの辛かったけど、この時のこの1分を繋ぐために登ったんですねって思ったそう、よかった、登っててよかった。まさ、何事もね、経験が、どこで生きるかわからないなって思いました。小学生だったと思う。小6ぐらい。和賀さんのツイートに映ってる。あ、今日和賀さんあった。え、AKB のなんか、テレビ、なんかやってた人ですよね。私ちょっと、フォローしてないんですけど、申し訳ないことに。和賀さん。この人か。え、いる？今日愛理ちゃんに会って、
アリちゃんかい。あ、本当だ。PR 舞台。これだ。PR 舞台じゃない。STU48 か。セバセン見に来てた。え、マジ？え、セバセン見に来てたの？マジで？いつ？そうなんだ。アリちゃんと福ちゃん似てない？え、すごいね。初期の頃言われてたよ。スパークありがとう、ありがとう。そう、でもね、初期の頃言われてたの、アーシャが出た頃、アイリちゃんの。だけど 実物は似てないから。なんかね、写真でたまに似てる時があるっていうのはわかるんだけど、実物マジ似てない。どっちかというと系統違う気がする。ムーブってグループ気になります。あ、新しいゼロイチのやつ。確かになんかお披露目から話題だよね。こんばんは。髪の毛バリバリ。スプレーと汗と日焼け止めと、制汗剤でやばい。あと帽子かぶってたからさっきまで。髪の毛洗いたい。もう疲れた。今日早めに終わりますね。こんばんは。野外が、超体力を奪われて、あとね、ヒールだったからずっと、足がパンパン。コンビニ行ってあれ買おうかな、なんか足に貼るやつ、売ってるかな。そう。何足ペンギン、ありがとう。名刺交換順調ですか？そう、名刺交換順調ですよ。もう今日は、頑張りました。福フェスに向けて春のファンがすごい。よいしょ。あ、名刺あと2枚しかない。入れてこう。今日営業したな。これが出てきた。今日ね、誰かスイパラの紙落とした人って言われてみたら自分だった。スイパラのメロンソーダの紙、旗綺麗に剥がして思ってきた。裏面はピオチーズピザ。かわいい。ひなちゃんのやつです。フェス初参加だけど、他のグループってメンバーの名前はコールしないのね。あ、そうなの？あんまりコールわかんないんだよね、私。そう、コールわかんないし、野外だとね、コールはね、こっちにあんまり聞こえないというかね、なんか言ってるなと思うけど、内容まではちょっと。野外の時さ、MC の煽りさ、メンバーが何言ってるかわかんないっしょ。バンバン響いて。なんか煽ってんだろうな、一応、イエーイとか、ウォーとか言っとくかって感じだけどさ、正味何言ってるかわかんないじゃん、あんなの。そう、そんな感じで、こっちもみんなが口開けて、カーってなってるから、声出してくれてるのは分かるんだけど、それが福ちゃんだろうが、なんだろうな、ももちゃんだろうが、ちょっと、
聞き取れはしないかもしれないな。だから48グループ以外のファンの方は名前叫ばないのかな。どうなんだろう。あんまりコールは他のグループのこともわからないけど、でもみんながなんか言ってくれてるのはわかるから嬉しいよ。ありがとう。やっぱファンの人の声援と熱気があってのライブだからね。なんでも ご機嫌いかがですか。ほっとしてますよ。一日が終わって、名前コール文化はあるとことないとかある。そうなんだ。でも48グループで名前コールするのむずくない？毎回メンバー違うのに。歌のさ、どこで出てくるかとかわかんないね。いやでも今日は晴れてよかったし、富士山も見えたし、噴水ポニーもできたし、めっちゃ髪に痛むんだよねこれシャンプー大変。そう、私が瀬戸りを提供しましょうか。どういうこと？今日謎瀬戸りだったね今日不思議な瀬戸りと思いながらやってたけど、あれかな、息をする心以外かぶんないようにしたのかな。思い出してよかったとか、少人数っていうかフェスでやんの久しぶりすぎてびっくりいやそうなんよ、一個一個がさ会場違ったりステージが違ったり、あとまあ数時間離れてたらね、まあ、別に多少曲かぶってもいいなと思うんだけど、さすがに今回さ2つしか空いてなかったからさ、近かったしあんまり被らせたくなかったのかな、わかんないけど。いや思い出してよかったとかが珍しくて、個人的にはおーって思ってました。 STU ファンは嬉しいよね。でもフェスに来たら大体さ、まあ5曲ぐらい聴けたらいいかなじゃないですか。今日は1時間 STU を見れたから実質ワンマンみたいな、課外活動だったら1時間ぐらいじゃん。だからフェスだけど STU ファン的にはなんかワンマン的な要素もあってね、お得でしたよね。 STU ファンの方にとっては結構、まあ、来るの大変だったと思うけど、その分曲がいっぱい聞いてもらえてよかったなって思いました。ありがたい。しかもメインステージよね。でも PR 舞台は正直メインじゃなくてもありえるぐらいの、なんだろう、少人数だしって思うと、両方メインでやらせていただけるっていうのは本当にありがたいなって思います。暑かった、汗がやばくて鼻だれ泣いてしまいました。運動ありがとう、聞いてくれて。もう噴水ポニーをね、頭が痛いので外しちゃったんですけど、見てこのボサボサっぷりポニーの残骸ステージがたまに白くなってた。そうなん？全然思わんかった。霧がすごかった。そうなの？全然わかんなかったな。一番元気だった。ウケる一番元気だった。
もうヘトヘト、今すぐ寝れる。標高高いんだ。あそこ何号ぐらい？あ、引きのカメラが白いんだね。なるほど。あ、確かに確かに。でもそうかもね。まぶたが多そう。そうなんです、もう。今日はね、そう、久々にやる曲とかもあったから結構頭使って。緊張したし。走り回ったな。しかもね、PR から選抜までがあんま時間なくて、着替えて、ちょっと髪の毛直したりしてたらすぐ始まってびっくりした。はあ、始まった。サークラスデビューだ。今日はケータリングの焼き鳥丼みたいな書き込んできました。山中湖で福祉もありだな。いやいやいや、あれどうやって採算取ってるんだって思っちゃった。すごいよ。だってあんなさ、メジャーどころばっか呼んでさ、山中湖っていうあそこを借り切ってさ、安全管理とかスタッフさんの数もえぐいし、フードキッチンとかも出してるし、楽屋もいっぱいあったし、で車もいるじゃん、ステージ感が遠いから。いや、あら、おいたんペンギン、ありがとう。あれはね、すごいよ、マジで。規模がでかすぎて、あれを3日間、毎年開催できてるのって本当にすごい。チケ代高いんだ。ありがとうね、来てくれて皆さん。で、配信もさ、半分無料だったじゃん。いや、すごいわ、マジで。すごって思った。マジで、どういう仕組みなんだろう、教えてほしい。大きいフェスやりたいな、いつか。シャトルバスとかもね。そうそうそう。え、そんな気分起点考えてしまうかっていうか、まあ自分はあの規模はできないけど、でもなんかどこがどう動けばああなるのか、すごい気になった。ステージもいっぱいあったし、だってステージ1個組むだけでさ、そのうん十万、百何万とかかかると思うんだよね。すごくない？そう、規模感がすごすぎて、いやー、尊敬っていうか、大人ってすごいなって思いました。まあ広告費とか、あと協賛企業とかあるとね。福原さんの時も協賛企業さんを募れるように結構頑張ったんだけど、まあさ、なんせさ、福フェスっていうものに協賛したとて企業さんにメリットがまだないから、結構難しくって、全然できなかったのね。実績もないし。だからやっぱね、大きい規模でやるっていうのは大事ですよね。勉強になりました。
いやだからさ、みんなもさ、それぞれなんかいろんなところで働いてらっしゃると思うんだけど、本当にすごいよね。私さ、普通の会社で働いたことなくて、そのアイドルっていう特殊な業界でしかいないから、そういうことがあんまり分かってないわけだから、なんかやっぱ社会経験があるかないかって結構、なんか24にもなってあんま世の中のこと分かってないから、そこはちょっと恥ずかしいなって思うけど、まあ逆にでもアイドルのこの年までできてるっていうのはやっぱ STU にいるからだからありがたいなって思うけど、いや今日は勉強になったわ。楽しかったです、ありがたかったです。うん、分かったマジで。そうそう、自分が関わってないとかは分かんないんだよね。肩回ししよう、体バキバキ。ゾンビよく頑張った、ありがとう。あ、おやすみメール送ろう。T シャツ可愛いでしょ。そう、今日はもうね、絶対ね、体力とね、精神力がね、やむって分かってたからね、江口先生の新しい T シャツを下ろしてテンション上げました。明日も頑張る。明日はね、めっちゃお話し会をね、ドタキャンしてしまって本当に申し訳ないんですけど、ドタキャンしなきゃいけないぐらいめちゃめちゃ大事な仕事で、もう明日は絶対顔をむくませるわけにはいかないんです。はい、頑張ります、気合い入れて。似合う、かわいい、お疲れ、ありがとう。そうなんです、だからもう早くお風呂入って早く寝るつもり。ユミリンはそう連絡取ってて、一応明日行けるためにね、明日一緒にできるために頑張ってるみたいですけど、とりあえず私たちはもう、あの、いやもうでもユミリンもね、体調崩しちゃってすごい本人が一番悔しいと思うんだけど、私はこんなこと言ったらあれかもしれんけど、なんかちょっと安心したというか、なんか7年間走り続けてきたのよ、ほぼ休まずに。多分コロナになっちゃった時以外体調はほぼ崩してないと思う。ずっと走り続けてきたそのユミリンが、なんかこうそういうのをちゃんとなんか、なんていうの、言ってくれたというか、一回自分を一回休むっていう選択をしてくれたことが、なんか私的には嬉しいというか、安心したというか、なんかもう本当にいいんだよっていう感じ。ずっと頑張ってるからさ、だから誰も責めないし、本人が一番悔しいと思うけど、私はなんかちょっと安心した、なんかゆっくりする時間を取ってくれて、そう
体大事にして、なんか自分のことを一番大事にしてほしいから、そうちょっと安心してるし、うん、なんかみんなも多分そんな感じだと思う。そうで、もちろんね、今日は一緒にフェス出たかったし、おとといのお話し会だってファンの人と喋りたいってイメリアン思ってたと思うけど、でもそれ以上になんか、うん、なんかよく頑張って、自分が頑張ってるっていうのが上からかもしれないけど、なんか本当に、いや、そめっちゃ普段7年間ずっと頑張り続けてるからしょうがないよって思う。くっそー、そうだからね、今日はユミリンの分までみんなでこう埋め合って、ユミリンが安心できるようにステージを作ったし、またそのティフとかも一緒に出るから、その時は一緒に頑張りたいなと思うから、うーん、なんか本当にゆっくり休んでほしい。明日はもちろん一緒にお仕事したいけど、本当にゆっくり休んでほしいって思いました。誰も責めないよね、あんだけさ走り続けてさね、いや、そういう人間味をさ見せてくれてほっとしたよ。休むっていう選択ってさ、なんか私も怖くて、休む、私は休みますって言ったら休めるよ、休めるけど、じゃあ帰ってきた時に自分の椅子があるか分かんない、自分の場所が空いてるか分からないから怖くて休みますって言えないタイプなのね。で、多分ユミリンもユミリンの場所がなくなるってことはないと思うけど、でもさ、ちゃんとそこにプライド持ってやってるタイプだと思うの。だけど、そんなユミリンが、休憩ってしてくれたのは本当に嬉しい。よかったって思いました。休息大事。よいしょ。とか言いながら、お休みメールを忘れないうちに送っておく。スパーク楽しすぎた、野外良きですね。ねえ、楽しかったです、ありがとうございました。ありがたい、ファンの方も優しいよね。手羽線？あ、そうそう、みよちゃん、あ、みよちゃんリップ着てる。手羽線がいたからさ、 MC 中にってしたら、あーって振り返してくれて、多分特定会行ってたのかな。ちょっと嬉しかったです。フェスを一番楽しんでるやつ。でもまあ今日はね、
バタバタだったから、他のアイドルさんのステージはマジ一切見れてなくて、あそこはねちょっと残念だったんですけど、またティフとかでは見れるかな、アットジャムとか、アットジャム出れるかな、アットジャムは結構ねお高くできるですよ。顔綺麗、じゃあここのねホテルのライトがねあるから、これだって若干暗いけど、ここにこうすることによってきらめかせています。ループしてる、違う、あのね、なんかね携帯の調子悪いんだよね、これが。あんなに熱くてメイク崩れないの、めっちゃ崩れるよめっちゃメイク崩れるよ。 PR バター終わった後、こっから下一回全部落としたもん。汗やばすぎてずっとこうやってさ、鼻汗をさ拭うからさ、ここだけめっちゃファンデが剥げるのねそうだから鼻だけやり直して。でももう日焼け止め塗って化粧して、上からまた日焼け止めスプレーして、で髪の毛のスプレーしてで何あの冷たいシュッシュとかやって、もう今日はなんか大変大変です。体にいろいろまとわりついております。そう、髪もバリバリなんだ実は。日焼け対策大事。タレンコン。おつー、ちょっと外歩いただけで腕時計の音がついた。暑いだろうね。PR 舞台まだ見れますか。いやそれな、PR 舞台ツイート作ったんだった。
後でツイートするけど、もう PR 舞台が終わるのかなーっていう。ランダムキーホルダー赤に当たりました。え、いいな、私も持ってないのに。夏祭りしてない？夏祭り？夏祭りの季節今。夏祭りは分かんないな。PR 舞台をやりたいっていうか、最後だ、最後の、でもさ、シーズン1の時もありがとうミーティングみたいな、ミーティング？なんかあれ、生配信みたいなあったじゃないですか。 PR 舞台の思い出を振り返ろうみたいな生配信あったじゃないですか。だから終わるときはちゃんと終わるっていう、なんかあるんじゃない、何かが。配信だの、ライブだの、イベントだの、わかんないけど、ありそうじゃない。いや、私も今日で PR 舞台として出るのは最後かもなと思いながらやったけども、でもさ、しれっとフェードアウトはないんじゃないかな。なんか次のシングル出るぐらいまではなんか存続はしてそうだけど、どうなんだろうね。こんばんは。シーズン1の時はありがとう感謝配信、みんなで集まってやったよ、生配信。だから普通にさ、課外活動みたいな感じで残してほしいな。対バンで、今は、まあ、チャートリと四国の対バンとか、スタジオとマイカーの対バンとかだけど、もうスタジオとPR 舞台の対バンとか、四国と PR の対バンとかでもいい。ユニットとして残すのもありだよね。ちょうど6人だし、リンコもあのいいよ、全然飛び入り参加で。たまにリンコシークレットゲスト、エガちゃんだけ踊りに来てもらおう。やっぱエガちゃんはさ、やっぱ7人で踊りたいっていう気持ちがすごいあるから、うん、寂しいですね。なんか僕はこの海を眺めてるもん、やっぱあの7人で歌ってた時間はやっぱ特別だったし、オリメンの思いっていうのありますよね。ランキング皆さんに入れてもらったやつですし、こんばんは。まあいろいろ言ってますけど、大人の事情とかあんのかな、わかんないけど、大人の事情って一番わかんないとこだから。マジで髪の毛バリバリすぎる。本当に触ってほしいぐらいバリバリなんだよね。
ショーメイクのままか、ショーメイク。そうそうだね、ショーメイク。ショーメイク。こんばんは。料理配信ありますか？ない。明日よろしくね。明日お話し会いないんだ私、ごめんね。お話し会延期になっちゃったの、ごめんなさい。福田今村高尾海滝野が延長しない、延期になってます、お話し会。なかなかね、わかる。私も一回チケット取っちゃったらその日だけメモしてて、あの SNS、 公式の SNS とかメンバーの SNS とかあんまチェックしないタイプだから、当日知るタイプなんだけど、明日当日知る人いっぱいそうで怖い。誰もが誰もショールームと Twitter とメールチェックしてると思うなよって感じだよね。ごめんね本当に。明日延期になってしまってます、申し訳ございません。8月20日です、ごめんなさい。また8月20日に楽しみにしておりますので、お待ちしてます、申し訳ございませぬ。ツーショットと写真会もある日なんだけど、あの写真会の写真を見たんですよ昨日。マジいい、楽しみにしてください。まあ、明日他のメンバーのやつ見て、あなるほどねと思うと思うんですけど、めちゃめちゃ可愛いっす。仏滅からタイヤをなんとか、あそう縁起がいいのね。福岡の次の日、そうです。いやシークレットらしいものですね。レインボースターにやっとこぎつね、延期した日の方が強い、本当よかったです。こんばんは。なので8月20日に以降になるんですけど、お待ちください。でも絶対ゲットしてよかったと思ってもらえるものになってるので、よろしくお願いします。ひなちゃんがやるやつ。はあ、そろそろ終わります。すいません、あの皆さん、私本当にちょっと今日はヘトヘトすぎて早くお風呂に入りたいのでごめんなさい。あの後でツイートします、ツイートします。あの瀬戸内 PR 舞台続いてくれよっていう圧のツイートをするので、皆さんそれなっていうリプをお願いします。はい、それだけちょっと明日
勝負の日なんで頑張ってきます。勝負の日、そう、勝負のって言ったら言い過ぎかもしれないけど、ちょっと明日のことを早く皆さんに情報解禁できたらいいなと思いますし、情報解禁した時に絶対喜んでもらえると思うので、それをいいものにできるように、あの、頑張ります。はい、なので明日お話し会できなくてすごく寂しいんですけど、応援しててくださると嬉しいです。よろしくお願いします。というわけでランキングを思うかな。ここのライトマジ漏れるな。よいしょ、ライブランキング。止まっちゃったね、今、ごめんね、画面止まっちゃった。 TT ソラハ、ありがとう。黒白、ありがとう。豆像、ありがとう。ナナウノンシカ、ソヨナリプ星座待機してきます。明日頑張って、応援してる、頑張ります。いや、もう PR 舞台うーって思いながらやった今日。ありがとう。旅人、ありがとう。リオニャ、おつにゃ、舞踏会行きたい。え、舞踏会ぜひぜひ。申し込み今日までだったっけ。お願いします、待ってます。ありがとう。金持ち先生、暗言音源が赤に好きなぞ、あがががが嬉しいなぞ。フグ、ありがとう。アーラップ、まずはお疲れんこん様、画面上でも弾けててフクフクできたよ。こうなったらバテないように美味しいもの食べて暑さを乗り切りましょう。本当にこの夏も頑張ります、全部満喫できるように。ありがとう。あ、よし、お疲れんこん。明日のお仕事も頑張ってね、ゆっくり休んでください。ではでは、ありがとう、頑張ります、全力出す。ザンビアック、ちょっと違うけど昔バイトの休憩にちょっと仕事したら、先輩からしっかり仕事するためにも休憩時間はちゃんと休憩しなさいって言われたのを思い出した。あ、いい先輩、お疲れ様、ゆっくり休んでね。ありがとう、そういう人大事ですね。カンズ、ありがとう。埼玉のいたん、ありがとう。1位は小狐777。福ちゃんと3週連続喋り、おしゃべりできる予定が明日ダメになり、不幸のどん底になってないよ。あ、よかった、ごめんね、ありがとう。次の応援の機会楽しみ。みんなのポジティブな言葉が助けになってます、ありがとう。というわけで、私が福田はって言ったらストーチって言ってください。おにわすと福田はストーチ、スタンドのメッシャーどんで決まり。香川県出身のくちゃんこと福田あかりでした。今日山中奥来てくれた人、見てくれた人、ありがとうございました。はい、それでは皆さん、3連休の人も3連休じゃない人も、明日も頑張りましょう、楽しみましょう。お疲れんこや睡眠ゼミでした。ありがとう、バイバーイ。ツイートするね、またね、ありがとう。